ツンデレマンチラ妖怪ボロリババ、人間の時代を子宮に宿せ。不合格だ。なんで不合格なのか教えてもらえますか。キモいからが早く出ていけ。じゃあメトーでも落とせ。地球で思考が揺らいでいるよ。聖奴隷化の術。木の葉の里に行け。不合格だ。魔法というか忍法みたいになってるじゃねえか。イチャラブコ作り H するイメージなら完璧にできています。メトーデがフリーレンを操作できないくらいへ、系の魔法は魔力で抵抗できるってことだから、ゼーリエの魔法抵抗力を下げる魔法がまず必要だな。魔法使い同士だったらゼーリエは最強だけど、戦士相手ならそうもいかないことは最近分かったから、魔法極めるより戦士になった方が確率高いぞ。やはり種付けおじさんとしての道に進んだ方がいいのか。先制して風魔光で魔封じするフィジカルを身につけるしかねえ。うりゃ、常識改変の魔法。あなたに似合う下着をしつらえました。ほぼ全ての魔法を使えるってことは、そういう魔法もあったらゼーリエは使えるんだよな。自分で感度3000倍魔法使ってよ。ニートかしてんのかな。性観念が軒並み死んでるって言ってただろ。エルフたるもの人生のある時期にはニーにハマって200年くらいひたすらオナ狂いになって飽きるのが普通そう。せクソを知らないくせに完全に舐めてそうだから、一月でノーズイチカチカして怯えながら言ってほしいよね。揺らぐ胸がない。かわいい。結構あるよね。フリーレンよりはあるなと思った。いや、かなりでかいと思うよゼーリュ。なぜかフリーレンよりムラつくんです。でも実際このちょいブサ無防備品装ボディロリババアの強さちゃんと見抜いた上でこういうこと言えたら合格もらえると思う。お前いません。クスなら私に勝てると思っているな。不合格だ。勝てるって思ったら合格じゃないのですか。漫画では気にしてなかったんだけど、アニメだといちいち谷間らしき縦線入ってるんだよね。犯してやる。脱いだら過ごそう。何が揺らぎだよムラムラだ。おら、何度も面接で落としやがって。面接まで何度も来れる実力なのが怖い。面接は特例だろ。こんなやつゼーリエ直々に落とすしかないだろう。森の匂いがしそう。チソチソ入れていいですか。ダメだ。次、ゼーリエ様を性的に見たら不合格なの。かわいい。合格。ツンデレマンチラ妖怪ゴロリババア、人間の時代を子宮に宿せ。不合格。普通の魔法使いならおばばの魔力を目の当たりにしたらふざけたこと言えなくなるんだろうな。合格だ。普通は私の顔と体に浴場などしない。そんなことねえって。もっと自信持てババア。スケベブサイクエルフババアが。みんな口に出さないだけでゼーリエ様のことへ姫で見てますよ。ベルネ一級魔法使いもゼーリエ様に浴場してますよきっと。お前はあの頃のスケベな坊やのままだ。3年ごとに試験に挑んで休婚して、いずれ年老いて亡くなったら少しは気に留めてくれるかな。毎回休婚するところまでこぎつけてるなら今年はあいつ来ないなって思ってくれると思うよ。適当に合格させてもうくんな。一生お前の故郷を守ってろですも話では。ゼーリエを守る。お前が宿したこの故郷を守る。お前が俺の故郷だ。まあ邪魔になったらレルネンに試験任せて始末させるから。だが臆せずに父を揉むと種付けおじさんになる魔法。割とだらしない感じの体をしておられる。このぐらい砕けた感じで来てくれる人いないから逆に嬉しくないのかな。要するに身の丈に合わない自信満々の妄想をイメージとして持てて、相手の魔力見ても全然ビビらないやべえやつだけがどんどん一級になる。魔法時代じゃなきゃただの危険人物じゃないですか。変態内情者だけで合格になるんではなくて、ゼリエは基本的に戦闘強なんで、そこの資質は最低限ないといけない。イメージできるならいずれ実現できてしまえるのが魔法の世界なので、多少異常者くらいがちょうどいい。戦闘能力があって魔力があってイメージができて、その上で人間の時代を子宮に宿せと言えなければならない。乳首の場所を当てる魔法したい。死の時は声が高くなるゼーリエ様がイメージできました。ゼーリエの魔力に物おじせず、本当にそのくらいのイメージができれば合格だろうな。ババア結婚してくれ。あくまで魔法使いとしての試験だからね。試験官に浴場しないでもらいたいよね。イエルフでもいなきゃ誰がこんなクソ試験受けるかよ。